アローラー、こんにちは、こんばんは、ダイスチャンネルダイスです。今回はポケットモンスターサームーンやっていきます。2人の後を追いかけていくぞー新しく大きな街に来ました。綺麗なところですね。やっぱりここはね、体験版でも通っていたところなんですよね。うわー、あ、挨拶してる、アローラーってこの挨拶も可愛いですよね。いろんな人がいる。ヤドンがいる。うわー、水着のお姉さんだあれ、ハウ君も海に行ったの？海元気いっぱいですよね。ん、あれ、あら、あなた、はるばる遠くからアローラに来たんでしょ？そうなんですよ、関東地方から引っ越してきました。アローラの挨拶一緒にしましょう。アローラ、ほらほら、君もアローラって挨拶したらみんな仲良し。はい、アローラハヨリティは建物いっぱい、観光案内所もあるろ。なるほど、観光案内所もある。お、旗が立ってるのでそっちに行こうと思います。ん、ポケモンの技の研究、シマキングのポケモンが放つ技は脅威だもんな。何か秘密があるんだろうな。なんだろう、シマキングが放つ技、 Z 技のことですかね。ん、ショッピングエリアに来ました。ダイス、足音聞こえたから来たよ。ハウ君耳いいんだね、びっくりしちゃった。あれ、前から来てるねえ、羽織すごいでしょ、アローラっていいでしょ。おー、ねえねえダイス、いいとこ案内してあげる。ここですか？ここ観光案内所かな？ですね、体験版でも来ましたよ。ねえねえ、ロトム図鑑持ってるって、いいものもらえるって本当？そうなのかな？耳が早いですね。そうなんだ、まだあまり出回っていない、ロトム図鑑の拡張パーツ、その名もポケファインダーをどうぞ。くれるんですか、すっげー、よかったね、大豆。ポケファインダーだって。で、ポケファインダーって何？ポケファインダーでポケモンの撮影ができます。撮影できるポイントは、ロトムが教えてくれますよ。では、説明書を読みますね。ロトムにタッチするか、R ボタンを押してくださいです。なるほど。ロトム図鑑ってすごいな。ポケモンとは違う、大豆のパートナーだね。そうだね、ロトムくんかわいいもんね。あとはいろんな機能があるのでね。もう少し進めながらいろいろ使っていきたいと思います。でも中にロトムがいるんだよね。そうそう、入ってるよ。じゃあポケモンいるかな。まあいいや、俺先行くね。いいのかまあいいやになるんだ。なるほどハウくんは、本当に元気がいい少年さんです。ポケファインダーで撮影したポケモン、本当にキュートなんですよ。私も撮影たくさんしたいです。お姉さんありがとう。ポケファインダー早く使ってみたいだとね。ねえ、私も早く使ってみたい。おお、リリーさん、ダイさん、ハウさん、案内所はどうでした？ロトム図鑑パワーアップ、写真撮れるようになったよ。ロトムさんすごいですね。そうなんですよ、すごいんですよ。あ、出てきてくれてる、パシャん？あ、記念撮影？え、リリーさんが驚いてるよ。あはは、今のなんだろうね。ダイス、次は美味しいものを紹介するね。美味しいもの、なんだろう。もしかしたらロトムさんもっと撮影をしたいのかもしれません。では私、ブティックでショッピングをしていますね。おしゃれさんですね、ブティックショッピング。そうそう、服装も変えられるんですよね。あ、よう、トレーナーさん、いいもの持ってるね。何？ん？おじさん？ポケファインダーできるならいいこと教えてやるよ。何ですか？ん？壁の壊れた部分が撮影スポットでさ、おお、そうなんだ。ほら、ロトムも反応してるだろ？タッチしてごらんよ。撮影スポットにタッチ？レッツプレイファインダー。ん？アイコンが変わったらやるの？ここ？あ、本当だ、 R マークついてる。ポケファインダーを起動した。はい、あ、ピカチュウ、
スライドパッドでカメラの向きを変えられるよ。スライドパッドでカメラの向きを変えられる。なるほど、いろいろなアングルで世界を見てみろと。ベストな瞬間を捉えたら R ボタンで撮影。1回の撮影で6回までシャッターを切れるろ。ここ OK、 かわいい。これでいいんじゃないかな。え、いや、これやめちゃうのか。いいえ、やめません。あ、そっか、端末をこう上下させるのでいけるんですね。シャキーン、ピカチュウ通りまくりだ。上のカメラのマークが減っていくんですね。最後の1枚、はい、フィルムがなくなったから写真の選択に進むろと、進むろになっちゃった進むろと、どの写真をみんなに見せるのと、こうやって1個ずつこう変えられるんですね。あんまり全部変わってない。なんか2枚目が良さそう。これにするよ。アップ完了だろう。みんなからのコメントが来たろ。あ、すごいいっぱい来てるこんな感じで撮った写真はいろんな人からコメントがもらえるのと、これだけの人がこの写真を気に入ったのと、グッともらってる。いい写真だったろ。最高記録更新したらすごすぎだろと。ピカチュウかわいいからですね。あ、こうやっていくんですね。1500人が気に入るとバージョン2にアップできるのと。お、そうなんだ。じゃあ、あと600ぐらいはちょっとずつ撮っていけばいいんですね。終わっていこう。これ撮影ポイントがあったらたくさん撮影していきたいと思います。どんなポケモンがいるかも多分変わりますもんね。撮影できたかい。ポケモンは正面から撮影するといいらしいね。ポケファインダーはとにかく撮って撮りまくるといいね。なるほど、ありがとうおじさん。ハイオリシティお店いっぱい。ブティックとか興味ないろ。ブティック興味あります。ブティックブティック、あ、リリーちゃんがいる。おー、服のマーク。ここは体験版でお母さんが出てきたところですね。ダイさんは自分で服を選んでるのですか。これは多分ママなのかな。いつもはそうだよ。普通そうですよね。私、母が選んだ服だけを着ていて、自分にどんな服が似合うのかよく分かっていないのです。でも今の服装すごい可愛いよ。そうでしたか、ダイさん。ブティックでこれをいただいたのです。何も買っていないのですが、なんでも来店99,999人目の記念だそうです。はあ、ですが私同じものを持っていますから。くれるんですか、ありがとう。レンズケースを手に入れた。あ、すごい、コスメポーチも手に入れた。ダイさんとお揃いになりましたね。お揃い嬉しいリリエちゃんとのお揃いゲットしました。すごーい。ん、ハイオリシティには役所もあるよ。役所もね、行きましたね。元気？アオーラ、アローラの挨拶、いろんな人がしてくれるんですね。ん？なんか旗のマークはこっちにある。何かな？この辺？ん？あれ？先生？スカルダの連中、またポートエリアでたむろってたから、キャプテンに伝えておいたよ。暇を持て余すと、ろくなことをしないもんね。スカルダンはならず者。むやみに勝負をふっかけたり、人のポケモンを奪おうとするよ。ポケモンを売りさばこうとして試練の場所に忍び込むけど、いつも失敗してるもんね。あ、そうなんだ。スカルダンポートエリアにいるらしいろ。次はポートエリアに向かうのかな。おお、なんかね、体験版はここにね、お姉さんがいたりとかしましたよね。他に、あ、ここにもそうそう、いろんな子がいたりしたけど、施設もいろいろあるんですね。まあ、そっちに向かってみようと思います。スカルダのところかな。ここは役所な気がする。違ったかな。ん、あれ、あ、ハオくん。おー、ダイス、ここだよ、おいしいもの。おいしいもの、マラサだ。食べれ
ればポケモンと仲良し、ポケモン勝負でいい動きしてくれるんですか。とにかくポケモンが可愛くてバラサダあげちゃうんだよね。さーてポートエリアで叫ぶとするかな。本気のじいちゃんに勝つぞーってね。マラサダもスカルダーも両方気になっちゃうろ。マラサダ寄ってみようと思います。ここは体験版でも来たんですけど、まだね売ってなかったんですよね。お姉さん売ってますか。アローラが生んだ奇跡の味、マラサダショップにようこそ。買えるんですね。そして私のお金が 36,828円でたくさんになっていた。ちょっとびっくり200円のマラサダ買います。で、あげられるんだ。どうしようかな。目黒にあげちゃいます。ではお席にお着きくださいませ。あげたてをお持ちしますので。お、こういうシステムなんだ、面白い。目黒にマラサダを食べさせよう。目黒はマラサダを食べ始めた。むしゃ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 、おいしい。あ、目黒と仲良しになった。やったー、こういう効果があるのか。あ、だからこういろいろいるんですね。ぷしゃーんそっか、揚げたてを揚げるっていうのがここでできるんだ。仲良しとか上がるのは嬉しいことですよね。うわーちょっとまたね、今度ここ来ようと思います他にもいろいろここのエリアにはたくさん建物があるので、またね覗いていきたいと思います。次はスカルダンがいるところに行くのかな。うん、体験版でも出会ってましたが、スカルダンたむろっているとはどんな話をしているのか気になりますね。ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた、 See you!